中原街道道標中原街道は、相模国平塚と武蔵国豊島国江戸とを結ぶ街道で、玉川をマリコで渡る。成立は古代に遡り、東海道の一部としても機能していた。中原街道は、相模国と武蔵国とを結ぶ街道である。古代に発祥を持ち、相模国国府から武蔵国吉獣軍々河を通り、 マリコで玉川を渡り、後の時代の江戸へ至った。一部は、演技式によって定められた、古代の東海道に含まれていたらしいが、それ以前からあった道ではないかとも言われる。中世鎌倉街道下道が一部を利用したとも考えられている。日蓮が利用するなど中世には利用されていたと考えられている。ご北条氏の時代に本格的に整備をし、 工事の際のろしをあげ、それを目印に道を切り開いたため、比較的直線区間が多い。のろしをあげた場所で今も記録に残っているのは、横浜市日区の今宿波町、信頼寺の裏山、上川井の大抜き国、谷役の三津坂駅裏側などがある。中原街道周辺の5点、御茶屋の分布図1590年に、徳川家康が、 江戸入りした際もこの街道を利用したと言われる。江戸時代に東海道が整備された後は、江戸虎の門と平塚中原とを結ぶ脇街道とされ、中原街道の名で呼ばれることとなった。別所として、総集街道、オス街道、江戸関道、小杉道、小屋市街道などがある。小杉、下、河合、中原に御殿が作られると、 将軍の駿府王冠や高狩りなどにも利用された。なお、中原街道と呼ばれるようになったのは、江戸時代に入って徳川幕府が行った1604年の整備以降である。東海道が整備されると幹線道としての役割は、東海道に譲るが、江戸平塚間をほぼ直線に繋ぐ道路であり、脇王冠として、沿道の農産物等の運搬や旅人の、 最速ルートとして利用された。東海道は大名行列に使われるため、その煩わしさを嫌う庶民や商人が利用した。赤楼氏も東海道を避け、中原海道で江戸入りしたと伝えられている。現在は江戸時代とルートが多少異なるが、なお主要地報道として利用されている。中原海道は脇海道であったため、 東海道のような宿駅は設けられず、荷物等の受け渡しを行う、次立場が、下記の通り設けられた。中原街道は、現在の国道1号桜田通りから、東京都道、神奈川県道2号線及び、神奈川県道45号線に相当し、高座郡寒川町、和ず宮の田村の渡し、または、し宮の渡しで相模川を渡り、 平塚市かしへ達している。北倉章1998、ピアニッシモ174-176、17 4, 17 6, 品川区立品川歴史館編、平成22年度特別展、中原街道2010年6から12ページ、横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター、中原街道の整備事業に伴う発掘調査の、質問に対する回答品川区立、 品川歴史館編、平成22年度特別展、中原街道2010年14から17ページ。ただし、大田区市編参委員会編、大田区市、中間1992年793ページのように、家康のニューフロー、池上、荒井塾を経る道と考える説もある。江戸時代に東海道は、神奈川を経由し、玉川は、 六号の私で渡るようになった。中島義和徳川将軍家御殿の歴史地理的考察から、南関東の場合マイナス、駒沢地理14、駒沢大学、177から197ページ、1978年。ありがとうございます。